はい、はい、皆さんこんにちは、ノナハックのザッキーです。去年もらった三谷です。はい、じゃあ今日は昨年のレオノラハック賞の賞状をお渡しに実物を見に来ました。じゃあこれをちょっと紹介してください。はい、どうぞ。去年私はホットクーサラというほっといても暖かくなるお皿を作りました。で、こちらがペルチェソシっていう電流を流すと暖かくなる素材を使って、この鉄板の上に物を乗せると自動で暖かくなってくれるっていう風なお皿を作りました。で、去年表彰式のタイミングで冷たいものも作ってほしいっていう風なことを言われたんで、ちょうど今年になって今それを開発中です。おお、すごいすごい。今年は冷たいのとあったかいのを同時に使える作品を応募予定ってことですか？応募っていうか、今年はヒーローズリーグじゃなくってメーカーフェア東京の、おすごい、学校全体として出せたらなっていう風な感じで進んでるんで。素晴らしい、頑張ってます。ちょっとレベルアップしてますね。メーカーフェアさらにたくさんの人来てくれて、多分体験してくれるんで、なんかいろんな意見が聞けると思います。あ、当選してるってことですよね。当選が 来週のあれ、来週発表になるってことですね。なるほど、通ってればって感じです。なるほど。まあでもあの NT 東京今年もあるって聞いてますんで、はい、そこでも出品できるかなって思いますし、はい、あと来週 NT カナダですね。カナダの方でも行きませんか？もう遅いよね。いきなり、いきなりは難しいですね。はい、はい、ぜひぜひあのグレードアップしてより高めていただければと思います。頑張ります。はい、じゃあまた、さようなら。ありがとうございます。